はい、袋駅長です。今回はね、横浜西口釣り屋町1丁目でね、行われているザ・横浜フロントタワー竣工を2023年12月下旬に控えて、急ピッチで工事が行われている現場に足を運んでいました。で、躯体の方はね、ほぼ完成していますよ。低層棟の足場もね、徐々に取り払われています。完成間際でね、もう一回動画はアップする予定です。で、それにしても高い建物ですね。正直首が痛くなるくらい高いです。では行ってみましょう。どうぞ。ところで、今回ご紹介する物件は駅ビルに次ぐ横浜駅至近な物件のため、もうこれ以上のね、ロケーションは望めないでしょうね。でね、この施設は相鉄不動産と東急が横浜駅から3分ほどの場所、 JR 横浜タワーと JR 横浜釣屋町ビルの間に建設している施設で、高さ約178メートル43階建て、総戸数が、ね、459戸のマンションと宿泊施設や店舗、事務所なども合わせ約8万平米もの施設です。ここ釣屋町1丁目にはね、もともと相鉄バスの車庫があった場所でしたかね。でね、この事業はなんと日本初のね、国家戦略住宅整備事業に認定されたそうですよ。どういうものかっていうとね、産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進するものだそうです。皆さん分かりました一回聞いたくらいではピンとこないですよね。おそらくね、短期宿泊施設以外にもね、海外からビジネス目的で来日する外国人などに中期長期の宿泊施設を提供できるホテル施設を設置する目的のようですね。日本酒好きで鮮魚とくればこの界隈ではね、絶対におすすめします。時間帯によってはね、予約をおすすめしますよ。浜虎さんは本当に安定した味の歴史ある
ラーメン屋さんです。魚介系スープに鶏チャーシューがよく合うし、麺もつるもちでいい感じです。でね、メニューの種類も豊富で飽きさせない感じですね。でこの辺りはね、鶴屋橋の通りから一歩入ったところなので、落ち着いた静かな雰囲気ですね。治安も悪くないですよ。ここはね、とにかく地酒と手刺しの串焼きがおすすめです。生がね、自分好みの恵比寿なのもいいですね3階はね、行ったことないんだけど個室数だそうですよ。落ち着いていいですよね。だから予約しないとなかなか難しい感じですね。で鳥はね、毎朝信州安曇野の朝市鳥を仕入れているそうです。ここは博多系豚骨ラーメン店です。かなりの人気店で、以前入った時はね、替え玉がおかわり自由でしたよ。で外に張り出した屋台風な雰囲気が面白いかなここもいつも混んでますね。本格的なイタリアン肉バルのお店ですよ。で種類豊富なね、ワインとクラフトビールがいいですね。こちらさんは和牛料理とね、種類豊富な日本酒のお店ですよ。で、周りの雰囲気はだいたいこんな感じです。ザ・横浜フロントタワーがオープンするとまただいぶイメージも変わるんでしょうね。さーて、今日はこの辺で。ではまた。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。